ガートルード・バンダービルト・ホイットニーは、アメリカの彫刻家、バンダービルト家の一員で、ホイットニー美術館の創設者、コーネリアス・バンダービルト2世とその妻の、アリス・クレープール・グビンの間の長女として、ニューヨークで生まれた。鉄道をコーネリアス1世の彦にあたる、家庭教師に教育を受け、21歳で、ハリー・ペイン・ホイットニーと結婚、夫は裕福な銀行家で、 原油会社やタバコ会社の経営者の相続人でもあった。二人には一男二女が生まれた。1900年代初め、ガートルードはフランスを訪問して、モンマルトルとモンパルナスの芸術家たちの世界に足を踏み入れた。この時に彫刻を始めた。ニューヨークに戻るとアートスティューデンツリーグで学び、パリではオーギストロダンに彫刻を学んだ。 彼女はクリニチ・ビレッジとパッシーにスタジオを設け、彼女の作品は欧米の評価から高い評価を受けた。また、アリアマル・トミオ・バックにガートルードは芸術家たちのパトロンとなり広告党となった。1914年、夫と所有していたマンハッタンの資産の一つにホイットニー・スタジオクラブを開き、若い芸術家たちの作品を展示する場とした。これが、 ホイットニー美術館の前身である。1931年から美術館に名前を変え、メトロポリタン美術館が彼女の25年にも及んで、収集した現代美術のコレクションを寄付するという申し出を断ったことから、ガートルードは己の時間と金を積み込んで経営に充てた。第一次世界大戦時には、フランスで病院を開設するなど、惜しみなく援助を行った。 1934年には、亡くなった弟、レジナルドの10歳の娘グロリア・ローラ・バンダービルトをめぐり、母親のグロリア・モーガン・バンダービルトと養育圏を法廷で争った。結局、ガートルードに軍配が上がり、グロリア・ローラはおばに引き取られた。後に、グロリア・ローラの出した自伝によれば、おばは学校に行く彼女に、私立探偵をつけて監視したり、 同じ部屋にいるグロリアローラに直接話しかけず、弁護士を通して話したという、1942年に亡くなり、ブロンクスのウッドロー持ちに葬られた、美術館運営は、長女フローラに引き継がれた、ありがとうございます。